ろいろその SDGs とかが言われて、まあ、バックラッシュを食らったりとか、まあ、あの批判も結構強まったり、あるいは ESG に関するに対してもやはり批判が強まったりとか、まあ、ある種こうそういった流れに対してこう、まあ 反感みたいなところも多分あったと思うんですけど、まあ、それを受け止めながら、まあ、ある種続けるのかとかですね、まあ、ある種不可逆的な流れもあるとは思うんですけども、そういったそのこう揺り戻しといいますか、まあ、あるいは何か一つそれがこうなんか変化していくみたいな物事の、まあ、ちょっと言い方はシンプルなんですけど、まあ、転換点みたいなね、そういった雰囲気をちょっとまあ今年もしかしたら一つテーマとしてあるんじゃないかなというところを考えてました。成さんは今変化みたいなものなんかどういうふうにお感じですか、そういった SDGs みたいな観点、まあ、それかあまり、まあ、正直分からないですよね。で、うん、転換してるのかどうかもよく分からないですし、その価値観みたいなものを変えなくちゃいけないのかどうかも正直よく分からないんだと思うんですよ。で SDGs バックラッシュみたいなものが起きてるのも、いや、よくよくやってみたら意味ないんじゃねって思い始めてる人たちが多いからですよね。まあ、なので一言で言うと分かんないんだと思うんです。でただ、まあ、こういう場所の目的は転換点っぽい感じを出すこと、そして反感を買うことが存在価値なんじゃないかなと思うんですよ。で実際もうワールドエコノミックフォーラムとかっていうと悪の権化みたいな見方もあるじゃないですか。で SDGs とか言いながらみんなプライベートジェットで集まって、で電気も使いまくる、チーズも肉も食べまくって、で大量のフードロスを出してみんな帰っていくっていうことに対する反感みたいのもあるし、でそれに対する抗議運動とかプロテストみたいなのも昔からすごいわけですよね。で実はそれが一番大事な価値とか存在意義なんじゃないかなと思ってます。まあ、つまりその怒る人たちがいるっていうことは、自分たちの存在意義とか自分たちの価値観みたいなものを否定されたと感じる人、あるいは自分たちが大事だと思っているものを投げ捨てられたと感じる人がたくさんいるってことなんだと思うんですよね。でそういう人たちが生まれるっていうことが価値観に関する議論とか戦争っていうものがちゃんと起きていることの証なんじゃないかと。まあ、なのでなんか表向きセッションでやられている優等生っぽい議論とかは結構どうでもいいんじゃないかな。どっちかっていうといかに抗議運動が起きるか、いかにこういう場所に対して反感とか嫌悪感を持つ人が生まれるか、それこそが大事なことなんじゃないかなと思ったりします。まあ、ダボス会議っていう一つのこう動きがあって、それに対する反作用のものが起こっていくっていうのが、まあ、ある種大事なことじゃないかな。でやっぱりその政治とか政策みたいなことを議論するってことは、まあ、本質的にそういう対立、怒りを作り出せないとダメなんじゃないかなと思うんですよね。その点、例えば日本の政策論議みたいなのを見てると、あまりそう本格的な対立とか、まあ、本当の衝突みたいなことが起きてないなっていう印象があるんですよ。例えば、まあ、日本版 のダボス会議みたいなものを考えたら、まあ、G1 サミットみたいなものとかいくつかあるじゃないですか。まあ、だけどそういうサミットに左翼リベラル系の人たちが火炎瓶を投げ込んできたって話は聞いたことないですし、参加者をブロックするために高速道路を止めたとかって話も聞いたことないんですよ。と考えると、そういう対立の力が弱まってしまっている、で価値観に関する議論をそこまで先鋭化させることができなくなってしまっているっていうのが日本の問題の一つなのかなと。まあ、なのでこの SDGs に関する番組もぜひ全国から非難合合で、もうスポンサーが誰もつかなくなるぐらいのところまで行っていただきたいなと思う次第ですね。もうちょっとこうある種 SDGs 的な価値を強く打ち出した方がいい。SDGs とかっていうのは本当に価値観をどういうふうに設定するか、目的をどう設定するかって問題じゃないですか。それを変えるっていうことは本質的に食っていけなくなる人たちが生まれる、これまでやっていたビジネスとか事業がダメになってしまう人たちが生まれるってことだと思うんですよ。ということはその議論をして怒る人がいない、泣き出す人がいないんだとすると、大して何も議論してない、何もやってないってことになるんじゃないか。
なのでこういう価値観に関するので一見そのなんかホワイトで浄化された綺麗で優等生的な公式見解的な話だって捉えがちだと思うんですよ。実は真逆なんだろうなと。なんかサステイナビリティに関する話も人間対 AI に関する話も、あのもちろん戦争イデオロギー対立みたいな話、分断みたいな話も、まあ、全部そうですよね、うん、なのでその対立の力、怒りと嫌悪の力をどう取り戻すか、これが実は一番大事な問題で、特に日本にとって大事な時期なので。ということは日本はまあ SDGs の議論いろいろされてるけれども、その本質的な対立までやっぱり行ってない日本は。そういうところはまだ逆に言うと不十分というか、あまりどこまで意味があるんだろうか。そして そういう問題意識を持っている日本人とか日本の組織っていうのがほとんどないっていうことが一番の問題なのかな。まあ、なのでこのルール作りっていうのは言葉を使ったある種の殺し合いだと思うんですよ。で実際日本の自動車産業だってもう産業としてどうなるかわからないところまで追いやられているわけじゃないですか。でこの言葉を使って何が価値なのか、どこを目指すべきなのかという議論をするということは、そういう国の存亡、産業の存亡を握る言葉を使った戦争なのだという当たり前の認識を取り戻すこと、でそのルール設定をする、価値観の設定をするということが、まあ、一番難しくて一番付加価値の大きいことなんだということに、大企業とか政府公的機関とかスタートアップの人たち、学者、批評家的な人たちももう一度気づかないといけないんじゃないのか。でいかに日本とか自分たちにとって有利でかつ社会にとって意義があると思われるようなルール設計とか価値観の設計というのをできるのか、どうそれを世の中世界に浸透させていけるのかという問題が問われている。その意味で言うとダボスっていうのはある意味こうルールメイキングのまあベースを作ったりするじゃないですか。いろんなこう雰囲気を、まあ、いろんな企業経営者とか当局者があって、まあ、こういうふうにルール作っていこうぜっていう雰囲気がやっぱりあると思うんですけど、そういう意味でこの場面っていうのはやっぱりここの場面に出てきてルール形成に日本にも参加して、まあ、ある種ガチンコでやるっていうことをやらないと、やっぱそれはひいては長期的には国家のまあ存亡じゃないですけど、そういった国益みたいなところにも関わってくるから、そこにはもっと出ていかなきゃいけないっていうようなところはあるんでしょうか。まあ、出ていかなかったら負けるしかないですよね。